させて、チェフニアの時の方でね、まあ、担がせて、これ、決まった人間じゃないんでね、ライブがある時に本当に、相手の連中が集まって、俺、いろんなバンドをだんだん込められて、ゲームある時、あとはなんか、いろいろ、まあ、いいんだ、それも。だから、いろんな連中が集まって、今日、ここでやる曲をみんなで練習して、まあ、やってた。僕はそんなわけでね、歌詞も覚えてないから、これ。完璧ですよ、スマホはあなたたちを撮ってるんじゃない、僕は歌詞をこれを見ながらじゃないと忘れてしまうと。まあでも、とっつきやすい曲を今日はやってね、メンバーがやりたい曲っていうものを、いつも僕がやりたいガリガリの曲をやってもらってるんで、僕は今日はみんなメンバーのために歌いますよ。なんで、あんまり歌うの得意じゃないんだけど、でも結構ビシッとパートに刺さるような歌い方をしてみたいな。もうだいぶ雲かけてきて、そっちみんなおそらくなくなってきたかな、みんな頑張ってるのかな。今はちょっとうちのエイジがね、ドラム、うちドラム2人いて、ドラムなんだけど、ドラム2人いて、で、ドリフも2人いて、もう1人の人で休んでるからね。実は3人もいて、ボーカル2人もいて、じゃあみんな、本当に歌いたいわって、カラオケ気分で、ゲストヘルニアンで検索してちょっと遊びに来て、みんなで音楽で遊びましょうよ。さあ、準備はできたのかな。Thank you.
まだまだ元気出していこうかな。これみんな、あっという間に終わったかもしれないかな。
切るから。大丈夫だね。ほら、もうみんな、ひもを背負ってきたから、気持ちよくこう、かかとをね、浮かして、左右に体を揺らすように乗ってもらえれば、ね、気持ちよく行ってみよう。よし、じゃあ行ってみよう。
ね激しく動けるんで嬉しいなと。じゃあノリノリ行こうぜ。
しょうがない。